やっほー。でなんかちょっと自分で調整してみたんですけど、ちょっとだけ見えるようになりました。もうちょい下げればいいのかな、机を。あ、いつもより見えてるかも。こっちが見えないんだよね、でもどうしても。コメントが見えなくなる。今日は友達でいましょうをやろうと思ってて、課題曲だったじゃないですか。でやろうと思うんですけど、こんにちは、こんにちは。どうしよう、どう、目が悪いって本当にさ嫌だよね。どうしようもできない。指輪が邪魔だ。よいしょ。コンタクトつけてます。つけてるけどね、見えないですよ。どうしようかな。なんか物の上に、よし、いける。ではではでは、友達でいましょうをいきたいと思います。一回やってみて、まあ練習しながらやろうかなって思います。スクロールアセスト。逃げないこといいかか、想像すると思う。
しい、全然完成できてないわまだ。こんな感じで難しい、むずいな、歌詞も難しい、難しいねこれ弾き語り、なんか難しい歌いながら、これが課題曲で練習したんですけどちょっと微妙だな、自分的にちょっと微妙いパチパチありがとうございます。いい感じだったよ、ありがとうございます。ちょっと今日はまあプチ配信なので、来週できたらその時にまたちゃんとやりたいなって思います。難しいな、かなり仕上がってすごい、ありがとう、優しい、ありがとう、だるまありがとうございます。そうねこれはむずいわむずいむずいわでも弾けるようになりたい。暗いかな画面、そんなことないよね勝手に。これできたらかっこいいよ、そうねこれできたら結構かっこいいよね。難しいけどちょっと引き続き練習してみます。これはなんかねどこだっけな、あ、絶対に気まずくなりたくないがさ難しいんだよね。絶対に気まずくはいたくない、絶対に気まずくはいたくない、なくなることを忘れよう。この辺が難しい、特に難しいけど、ま、頑張ります。練習ですねこれは。ここが早いし難しい。今日めっちゃ大きいです、ありがとうございますまあ今はめっちゃ早くやっちゃったけど試しに。はい、とりあえずもう一回弾くけど、どうしようかな、いきますね、何か。よいしょよいしょ、何弾こうかな、ね、昨日も軽くやったんですけど、どうしよう、てか12時から配信することってさほとんどないから、なんか新鮮な感じ。バラありがとうございます。フェリー豆ってできますか。うん、豆っていうかなんだろう、
豆ではないのか分かんないけど、なんかね皮がね硬くなるんですよ。だからすごいこの行動を抑える方の手が、手の指、この3つの指ぐらいのここがすごい硬くなって、なんかすごく、あギターやってるんだなっていうのが分かる指になってますそう、皮が頑丈になるんですよ。なんだろうね、うん、でもこれはなんか結構エレキとかでもなるんですよね。グーッと押さえるから、うちが押さえすぎなのかな、そんなことないよね。握手したいこの指で確かにね。じゃあ次は今日負けを弾こうと思います。今日負け、よいしょ。Thank you.
今日負けありがとうございました。パチ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 、あ、のののありがとうございます。のののこの間覚えたのののありがとう。ハートもありがとうございます。ギフトもありがとう。パチ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 余韻がいいね確かに余韻ね。こんにちはこんにちは。今日さ、ちょい早めの時間だからさ、いつもよりみんな起きてるか心配だったんだよね。休日だしね、もしかしたらって思ってしかも結構急遽だったので、配信決まったのが、そう、朝のメールで今日やりますって言っちゃって、こんにちは、久しぶり、あ、久しぶり、ありがとう。あ、そうだ、あ、でもまだいいやオンラインお話し会のこと言おうかなって思ったけど、最後に言えばいいかなって思った。今14時までなんですよ、今日の第一次受付が14時までなので、よかったら今見てる方でちょっとでもいいなって思ったら、ぜひ10月10日から10月18日の分だけ受付してるみたいで、はい、なのでよかったらオンラインお話し会よかったらいっぱいお話ししたいですはい、予定の方も昨日ツイッターの方にまとめて投稿したので、よかったらなんかこういう服着てる日に行きたいとか、そういうなんかのがあったら見てください。ぜひどこでもいいって方はどこでもポチポチしてください結構なんか10月はコスプレする日が多いんですよ。コスプレする日が多いし、結構レアなんじゃないかなって思います。しかも誕生月だから、そう、20歳になる10月なので、よかったらポチポチしてください。そう、14日の分は本当ありがたいことに完売させていただいてて、誕生日当日の日なので、10日じゃない、ん、何した、その前後だね。10代ラストのオンラインお話し会の日と、その誕生日明けの次の日か、あ、次の日じゃないけど18日があるので、そう、あ、そう、11日と18日、ありがとう。そうです、11日が10代ラストのそのオンラインお話し会で、1部から3部が伝説のサーニャになりますということで、まあ、猫になります。で、4部から7部が19歳の生誕 T シャツを着て締めたいなって思ってるので、よかったらお願いします。そう、ゆうたありがとうございます。ハローハロー18日は私服で、秋服で、髪型はコロコロ変えたら変えられたらいいなって思ってるので、よろしくお願いします。14時までです。配信終わったらみんなイエーイってよろしくお願いしますはい、お願いしますね。すごいありがとう、もう本当楽しいです。この間先週あたりから始まって本当楽しい。
ちは、こんにちは。次何弾こうかな。昨日ね、後でをやったんですよ。後でやったっていうか、試しに弾いてみたんですよ。そしたらね、いい感じ、いい感じだったんですよ。もう一回弾いてみようかな。可愛いんだよね、この曲。難しい、なんかね、どう弾いたらいいんだろう、これ。後で、個人的に、これ可愛い、弾けたら、ね、むずいなどうしようかな。マックス弾こうかな。マックス NGT の曲は全曲弾けるようになりたいです、私。こんにちは、はじめまして、ありがとう。はじめまして。今日はのんびり弾くよ、のんびり。昨日はのんびりだったけど。よいしょ。ありがとう。ではマックスとき315号。よいしょ。
がとうございます。カスカス、うん、私のためにまだ弾けない。どうしようかな、次。ハートありがとうございます、たくさん。ドローンエレキでしか弾けないんだよね。エレキはね、ちょっとうちだとできない。やばい、足が、足の体勢、何足の体勢、足がおかしい。やばい、足が痛い。どんな体勢で弾いてんだよって感じ。ちょっと足伸ばそう。足伸ばしながら弾こう。左足伸ばして弾いてますよ。あ、キッカンパンクもね、まだ弾けないんですよね。エレキでやったらすごいかっこよくなりそう。出陣も弾けないです。何曲弾けるんだろう、私一体数えてないんで分かんないんですけど、でも10曲ぐらいは弾けるようになったのか。何曲だろう。ミドモリ、エレキも、あ、待って、じゃあ弾き語りだけでいこう。ミドモリ、強負け、マックス、友達でいましょう、サステナブル、希望的リフレイン、風が吹いている、あと、あ、365日の紙飛行機、春床とかも弾ける、弾けたよねこれ、春床、まあセカオもなんとか、あ、でも10曲ぐらいは弾けるようになったのか。あ、シャーベットピンク、そうだ、弾ける。10曲ぐらいか。あ、思い出してよかった、そうだ、思い出してよかった。 10曲だね、10曲。え、でも成長したな。だって最初始めたばっかりの時、ね、弾き語りいつから始めたっけ、配信。でも6月とかだよね、確か。6月、7月、いや、わかんない、何月だっけ。確かね、ギターをねやり始めたのがね、ショールームで5月ぐらいなんです、確か、エレキで。それで弾き語りも始めたのが、配信で始めたのが6月7月で、結構最近なんですよ。そうそうそう。でそれで何ヶ月経ったの、3ヶ月ぐらい経ってやっと10曲ね、頑張ったね、成長した。まだ下手っぴだけど、こうやってなんか弾ける曲を徐々に増やしていってね、なんかいつか公演とかで弾き語りライブみたいなのをしたいんですよ、私は。だからなんかそれぐらいに、なんかお見せできるぐらい上手になりたいですね。そう、なんか最初本当に始めたばっかりの時は、あのコードは弾けたんですけど、コードっていうか、そのギターはある程度まあまあまあちょっとだけ弾けたんですけど、歌うとなると、その歌につられちゃって、リズムが。だからなんか
本当に弾けなかったの、弾き語りができなかったの。本当に多分その最初の頃から見てる方は分かると思うんですけど、本当に弾き語りをすることがまず難しくて、なんか歌とそのさ、このこっちのあのギターを合わせるのがすごい難しくて下手っぴでしたね。今よりも、今も下手なんですけど、もうさらに下手で、もうとんでもなかったんですよ。でもやっぱ3ヶ月ぐらい経って歌とそのコードとかはなんか一緒にできるようになりましたね。エレキとかもソロとかにも挑戦したりとかして、昔よりかは弾けるようになったかなって思います。下手だけどねそう、ピアノとベースが欲しいね。え、めっちゃ欲しいわで、そうでもね、結構配信をこう見てくださる皆さんから、あの日々上手くなってるねとか、あと歌も上手になってきたとか言ってくださるのが本当に嬉しくて、なんか自分の歌声とかにそんな自信がないので、本当に自信がないので、最初弾き語りやるってなった時にちょっとキリーと思ったんですけど、こうやっていくうちにそう褒めていただいて、それがすごい自信になって、そう嬉しいです。本当にこれからもどんどんこう練習とか配信とかしてって、徐々に歌もそうですし、ギターも技術的にも上手くなったらいいなって思います。本当に、うん、歌声好き、ありがとうございます。こんな歌声を好きって言ってくださって。水なくなった、追加する。最近めっちゃ水飲むんですよ、本当に水飲むの。これでも買ってくれ。お、めっちゃギリギリに入れちゃった、やばい、こぼれそう、危ない危ない。めっちゃ飲むの、本当に。雫第2号なっちゃうね。消えた、2リットルさよなら。あ、この配信で2リットル飲んだわけじゃないけど。表面張力とかそういう言葉が懐かしいんだけど懐かしい、理科の授業思い出す。めっちゃ飲んだかと。そうだよね、歌唱力イベントです。あのね、言いたい、私は言いたい。あのね、あのその応募期間の時になんかね、全然自信がなかったの私。今も自信ないんだけど、さらに自信なくて、しかもね、全然下手だったの。今よりも全然下手だったの歌が。今も下手なんだけど、さらに下手で、あの私第1回目はね出たことあるんですよ、あの入りたての時に出て、それでもう下手すぎて、もうこれはやばいと思って、その次出るのやめて、で今回迷ったんですけど、ちょっと今はダメだって思ったの、なんか知んないけどうん、なんか今出ても絶対なんか結果残せないなって思って、そう、なんかもうちょっと練習して、なんか上を狙いたいっていうそう、
気持ちでちょっと今回はね、あのそう迷ったけどちょっと今回はエントリーはちょっとしなかったです。そう、だからちょっとこう今さギター配信とか始めてって歌とかも一緒に歌うようになって、そうこれを続けていけば今よりももうちょっと上手くなるのかなっていう希望そうだから次だったらどうしようっていうエントリーしてみようかなと思うんですけど、そうちょっとまだ鍛えないといけない。でも懐かしいな、その1回目出たのが懐かしい本当に。でもさ、あの時から多分上達したのかな、分からんけど、でも緊張してたしな、あの時入りたてだったし緊張したな。あれ花水木歌ったんですよ。花水木すごい好きで、あるかなコード、そう1回目出たけど普通に1回目で落ちてもうねやばかった、下手すぎてびっくりって感じ。私は声量があまりないのでそこも鍛えなきゃいけない。でも最近弾き語りで高音はある程度出るようにはなったので嬉しいです。仕事中ですがチラ見しに来ました。チラ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 、ガン見してくださいはい、花水木あったコードちょっと弾いてみよう。びっくりびっくりびっくり弾いてない。これ歌ったんですよ。懐かしいね。1回目。難かった。
何弾こうかな。こんにちは、こんにちは。365日は紙飛行機弾こうかな。今言っても48分か。早いな。あっという間だ。シャーベットピンクがいい。本当？待っててね。じゃあシャーベットピンクを弾き語りしまーす。よっこらせ。油で。
ありがとうございます。声が出なかったかすれてきた。昨日も歌ったからね。なったばハートギフトありがとうございます。ここからいちかぼ好き、ほんとここからいちかぼって言っちゃったらどうしよう、ライブとかで。うちの声がえってなるよね。やばいよね、びっくりしちゃう、みんないいところで歌っちゃったみたいな。お仕事頑張ってください、ありがとうございます、見に来てくださって。じゃあちょっとお時間なので、最後にもう一回友達でいましょうを弾いて終わりにしたいと思います。でも本当になんかさ、高校の時に軽音部でギターやってたんですよ、エレキギターで。 NGT 加入して一回辞めちゃったっていうか、そんな弾いてなくて、でもなんかこうやって公演とかができない状況で何ができるかなって考えた時に、なんかギターやろうって思って、なんかギター始めてよかったなって思います。一つ増えた自分のできることが、なんか配信もそうだし、なんか配信を通して新しく知ってくださった方とかも結構いらっしゃるので、本当に嬉しい、本当、うん、大人になる前にまだできないです、すいません。そうで、なんか支えてくださるスタッフさんにも本当に感謝してて、なんかね、家だとこうちょっとこういうさ画角が難しいけど、スタッフさんがいると本当に全部やってくださって、いつもこうハンドパワーとか言ってるけど、まあ実際スタッフさんのあれなので、本当にね、感謝感謝でございますよね。あ、ギター弾いてから来るようになった、本当ありがとう、嬉しい。ね、これからも頑張りたいです、ギター。うん。では、友達で言いましょう。ちょっとまだ自分的に完成してないんですけど、課題曲なので最後これ弾いて終わりたいなと思います。では、聞いてください。友達で言いましょう。間違えちゃった、もう一回やっていい？もう一回もう一回、はい。だよね、変だなって思ったんだよ、カポしてた、なんか入れないなって思った。ね、こんな感じでやってます、いつも。ねえ、嫌になっちゃうね。面白いね、はい、気を取り直してもう一回いきます。
で言いましょう。ありがとうございました。足がしびれたやばい、右足しびれた。パチパチ、ありがとうございます。友達でいましょう。ゲストありがとうございます。足がしびしび、大丈夫です。すぐ治るので、はい、今日はプチサイヤギター配信ということで、ちょっとお部屋からのギター配信だったんですけど、ありがとうございました。見てくださって嬉しいです。でいつもとちょっと違う時間帯だったんですけど、見てくださって嬉しかったです。そしてこのあと14時まで、オンラインお話し会の受付が行っているので、よかったらちょっと今日見てちょっと話してみたいみたいに思ったら、ぜひぜひポチポチしてください。お願いします。予定とかはまとめてツイッター、私のツイッターの方に投稿させていただいているので、そちらを見てこの日行きたいってところがあったら、よかったらお願いします。はい。ちょっと宣伝した、もう一回。はい、じゃあ今日はこの辺でお時間なので終わりにしたいと思います。来週も配信できたら配信したいなと思うので、よかったらルームフォローしてまた見に来てください。では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 、また、あ、大丈夫だよね、また見に来てね。バイバイ。明日はお話し会よろしくお願いします。